風が冷たいので、風が冷たいまま寒い地域の話を一つさせていただきます。この風の冷たさを感じて、先ほどもお話ししましたが、カナダのトロントの話を思い出しました。風が強くて、こういう暖かい天気の時、暖かい天気が、日差しは気持ちいい時の、ちょうど同じ時期に、カナダのトロントでは桜が咲き始めます。もう少し後になるんですよ、実際。日本だと4月のお花見時期、本当に行楽日和で桜が見れるんですが、カナダのトロントの桜は寒いんですよ。寒い風の中で桜が咲いてるんです。長く見ようとは思えないんですが、それでもやっぱり綺麗です。風の強い寒い中に5月頃に桜が咲いてすぐ散って、気温もなかなか上がらないんで寒いっていう思いをずっと一日過ごしてましたが、皆さん今日は風邪をひかないようにお過ごしください。駅で、電車を待ちながらこの話を聞いていただけたら嬉しいです。ぜひ聞いて帰ってください。その他の海外の話はワハハブログ吉国三つの部の、ホームページの中で海外滞在記をお話しさせていただいてます。